件維持。これうちのお兄ちゃん真ん中のやつたけちゃん、最近いろいろねぎらってくれてから俺に、なさっきもエビもらったでしょな、もらってから俺もお返しで車食っちゃうかと思って。ビージな、この車イベライフ、これイゲライフトブイゲ。これもう車検点検は終わってて、ヘッドカバーパッキンの交換もやってあるし、バッチリだよな。下回りの塗り込みパスタとかも OK だしな。まあ外装ちょっと汚いんだけどな。ん？なんかあいつがなんか普段乗りのセカンドカーみたいななんか買うがなみたいなことこないで言ってたんだ俺さ。でなんか安いのねえがーなって言ってたから、まあなんか最近いろいろよ、なんかほらなんかねぎらいしくいっぱいした。だからお返しにこれじゃプレゼントさせてもらうかと思ってよ。ただ車検は自分で通せっつったのか、点検だけ終わってっから、あいつ自分でほら車検行けっぺした。だから自分で車検通してもらって、は外装内装もこのまんまね、一応エンジンオイルとかもう点検に関してはピースでね、もうバッチリとしやがってっけど、登録費用は自己負担でな。車だけ車体価格じゃん、車体のみ食っちゃうかと思って、はいいべ、ただでくいんだったらな、バッチリだべ。ホンダライフセカンドカーに返品しな、うん、ってことでこれでおめさん持ってってもらうからどうな。キャリアカーに積んで、あ持ってって、だからそうそう、あんであの前にまず一回、あもうテスト走行だけうちでやってやっからな、問題もなく点検も終わってっから、あとじゃあ、積み込みして、今下回り、まず今下回りとっから、あほんでホイズ終わったらあと積み込み走っちゃって、は終わった。すごいとこから上げんの階層は、まあまあこんな感じのやつね。一応あいつがセカンドカーっていうか普段乗りに欲しいって話してたから、まあ時代外装の痛みはあっけどね、プレゼントしてやっかと思ってね。今回なんかね最近いろいろね、私のところに来てね、いろいろこう協力してくれたりするんでね、最近なんかねいいお兄ちゃんやってるんで。ありがた迷惑な部分はあっけどな。エビとかな、エビとか、エビやばいは、くせくせは、くせな。とりあえず今下回り見たら、じゃああと積み込みお願いします。はい、で箱持ってってやってくれ。終わった。はい、やばい。これね、長身は何にもやってないんだけど、この間仕入れた車でバッテリーちょっと弱いね。まあでもな、ここに関してはあと自分でやるでしょ。15万6000キロ、15万6000キロちょっと見づらい。ああでもエアコンとかの機器もバッチリだし、外装の痛みはねなんぼかあんだけど、まあ内装外装に関してはあと自分でやるだろうから、とりあえずこれでやろうと思って。いいね、今とりあえずねこんな感じ。なんだって仕上げで売ろうと思えばやっぱりね、車検2年付きで、まあ、車代は通常だったら9万円くらいで売れるかな、うん、で乗り出しが16万くらいで通常だったらうちで出すような感じだね。今回お兄ちゃんへのプレゼントで、まあ、車検代は自分でだからやってくれってことでさ、今下回り見て検事に持ってってもらいます。はい、そんじゃね、下回りを一応映しておこうかと思います。あれね、こうやって下から見てこの辺の塗装とかもね傷んではいるけど、これねまあでもねいいんじゃないかな、乗る分には乗れるだろうし喜ぶでしょう。ほんで、もう車検点検はもうねもうみんな終わってたんです。うちの下回りの、パスターとかマフラー塗装場も全部終わってて、こんな感じの車だったんでね、これね、いいね、綺麗に塗られてます。でエンジンのオイルにじみとか漏れも特にないね。ブーツ類もバッチリ綺麗です。このホンダ系のやつは本当にねブーツとかもあんまり破けにし、いい車なんだ。オイル漏れもあんまり起こさねえし、絶対起こさねえってわけじゃないんだけどね。ほんでこいつの場合は、ヘッドカバーパッキンの、交換オイルのにじみがあったんでね、もうやってあったから、ちょうど今ゴミ
ゴミに捨てたばっかりなんだけど、さっきこれこれこれパッキン交換、トイズのヒットカバーのパッキンも終わってるから。ほんで、あと、ブレーキパッドの残量も、まずね、サスペンションのところも塗ってあるし、錆止めはもうバッチリ。ほんでパッド残量も、あ、シガちゃんライト貸してもらっていい？あ、いい？ごめんごめん、はい、いいね、ほぼ新品、ほぼ残ってるな、これな。前回車検クリーンに交換してんのかな。8割9割は残ってる状態のパッド残量、いいね。はい、ありがとうございます、ね、あいつうるせえからね、以上ね、こうやって映しといた方がね、ちゃかちゃうね、じゃねえと、あと下回り見せろだの、ブレーキパッド当たんだかおめえって始まっから、あいつ証拠残しはね、そう、証拠残しはねえだね、めんどくせんだいぞ、ほんとにまあ一応これで OK だね、下回りもやったってことで、証拠だね。じゃあとりあえず、しがちゃん、じゃあありがとうございました、 OK でございます。エンジンルームで、やったのがエンジンオイル交換、エンジンオイル交換に、あとここのタペットカバーってさっき私が写したやつ、あれの交換しました。まあ、あとはまあ走行上の問題は何もないかな、物流も OK だったってことでね、非常に車としては距離は乗っててね、モデルは古いんだけども、あとワイパーだけ交換しとくか、これな、でもな、なんぼね、クレでやるっつってもね、やっぱりこういうところを交換しちゃった方がいいかと思うんでね、交換して、じゃあ今からキャリアカーの方に積み込みをして、持ってってうちのタケちゃんにこれをじゃあくれてやろう。じゃあ今から積みます。これ外装とか内装は自分でやれって言うから、あとオイル交換やったっけ、オイル交換もやったから、あと持ってった時に一応電話はしとくけど、なんか言わっちゃら、自分でやってくださいって言ってましたっつって、な、車は俺からのプレゼントですって、車検とかは自分でやってくださいって乗って帰るって言われた、全員乗って帰れ、いや多分欲しがってるはずだから、もうなんせセカンドカーに欲しいんだって、なあ積んでやってくれ、いいね。でも車検代なんかね、もう点検終わってっから、自賠責と重量税ナンバー代くらいの払い込みでね、陸軍局に持っていけばすぐ、まだ予備車検も通す前の状態だったけどもね、あいつ自分でね、もともとなんだ、陸軍局とかに車のやつ車検で走ったりとかもね、やってた人だからね、自分で大体やっちゃうんで、そういうのは車体価格だけで、車体価格じゃねえや、車両のみプレゼント、いいでしょ、喜んでくいっぺな、多分な、自分で乗ってるメインのねワゴン車はあんだけど、普段乗りに軽自動車欲しいなーなんつってたから、ちょうどいいな、セカンドカーには最高だな、これ軽自動車ね、ホンダライフだから燃費もいいし、リッターね18、20、そのくらい乗れちゃうからね、外装の痛みはね若干あっけど、でもこんなんだってね、内装外装をちょこっとさらっと仕上げすると多分だいぶ綺麗になると思いますね。本当はやってやってから持ってってやればよかったのかなとかね、ちょっと思うけど、まあでもな、あんまり甘やかすとさ、あいつね、癖ついちゃうからね、そうするとあとこっちが大変な思いですから、あんまりね甘やかさがない方がいいんで、車体だけ今回プレゼント、いいでしょう、でも点検済みだから完璧だこいつ、よし、いいね、よし。ほんではね、今ケンイジにうちのお兄ちゃんとこに運んでってもらいます。じゃあケンイジ頼むな、気をつけて、よし、こんな感じで喜んでピッペンで、多分ね、今ケンイジ行ったね、今ね、うちのお兄ちゃんの鍋チャンネルの、YouTube 鍋チャンネルのたけちゃんですってね、うちのお兄ちゃんやってんだけど、
今日1000人登録者数突破になったから、これちょうどいいね、1000人突破の、記念として私の方からお兄ちゃんにいつもね、いろいろやってくれてからさ、あのね、車買ってくっちゃりね、飯食いに行くとね、梅もんごしそしてくっちゃりさ、まあ金も取らいけどねまあとは言ってもいつもねいろいろやってくれっから、うちのお兄ちゃんだから感謝の気持ちして、ちょうど1000人の達成記念のいいプレゼントだね。まあ車検代だけは自分で出せってことでね、まあいいでしょう。まあとりあえずこんな感じで、今日は今ケンイチにね、うちのお兄ちゃんところに、ライフ持ってってもらってます。喜んでくれるといいね。まあ足軽には最高だろうね。まあこんなところで今日のはただただ身内の動画になっちゃったねまああとまあ日々の仕事は真面目にやっておりますので、低価格車専門店ピース、ね、動画の方もこれからもどうぞ見てやってください。よろしくお願いいたします。バイバイ。